レオさん。はい。太ったわ。いや、痩せました。なんか、頭とお尻、全部でかいね。はい、ヒロさん、上向いて口開けてるけど、大丈夫？え、うなちゃんこそ大丈夫ですか？太ったね、ヒロさん、完全にね。いや、一回うなちゃん、それ鏡見んのやめた方がいいと思いますけど。か、鏡だと？おい、おい、おい、え？ヒロさん、ここにいた。おい、いますよ、それうなちゃんの鏡でしょって。え、これ、鏡で俺が、え？え？この、鮭は俺ってこと？はい。ヒロさんは？僕これ。今倒したでしょ。はい。はい。やりましょう。嫌です。いやいやもう、やってるから。やりましょうってやってるから。あの、僕は、うん。働きアリではないアリなんですよ、だから。働きアリではないアリって女王アリのこと？いや、おサボりアリです。いないよ。あ、でもね、知ってる？働きアリの定義。何ですか、それ。働いてるアリがさ、はい。いるとしてさ、そこ2割ぐらいだっけな、はい、何割か忘れたけど何匹はサボって何もしないんだって。あれそうなんですか。そう、え、じゃあ本当にいるってこと。アリで本当にあるの、それは働きアリの定義って。じゃあ僕じゃないですか。そうなんだよ、ヒロさんのことなんだよ。すごっ、そう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 、僕すごっ、僕それを自然に言っちゃうあたり本当にそうなんだろうな。いやでもサボってるってことだからね。はい、だからおサボりサボってることだから。危ない、ちゃん助けて。だ、どこいんの。危ない、ゆなちゃん助けて。鉄球、鉄球、鉄球、鉄球。鉄球？はい。鉄球今ね、うちに行ってる。どうした？やれそう。どうした？あっ！うい、ナイス。倒せるよ。どうした？鉄プロフェッショナルなんで、あんまりそっちには行かないようにします。あ、オッケーオッケー。一回戻るわ、したら。うん。そっち誰も来てないもんね。こっちいますよ、二人ぐらい。あ、でもあれは今こっちに出てきて、はいはいはい、敵が来なかった。エクスプロフェッショナル、これ右の右の右ってどっちですか。もういいよ、俺がボム入れた。あー、やられちゃった。右も左もわからないままここに来たんですから。ヒロさん助けて、こっち戻ってきて、戻ってきて、こっちヒロさん。ナイスナイスナイス。時間がないから、はい、スペシャルも使っていきたい。やばいよ、これスペシャル使う。投げたい、いけるか。あと2個です、ゆなちゃん。待って、ゆなちゃん、あと2個です。あと1個、あと1個頼む。ナイスナイスナイス。ギリギリ、ゆなちゃん、俺でも最後死んでる、ほら。そうだった、でも死んだ、普通にやれた。危なかったですね。危なかったね。今日の武器強いけど危険がいっぱいですね、ちょっと本日。ああ、なんか罠が残り1人とかが多い。今日の武器強いね。うん、強いですね。ね、はい、まあ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 、僕が使うとさらに強い。頑張りましょう。なんで同じ方に入れたんですか。うわ、プロフェッショナル。今左入れちゃったな、俺も。うわ、僕と同じ方に入れた。敵を出しましょう。で、送るので、うなちゃん送られても僕ちょっと無理です。今ヒリオさんしかいないもん。はい、うん。あー、うなちゃん落ちたった。ああ、もうヘビ来た。ああ、泳げないのに、なんか海水浴しちゃって。あ、泳げもしないのに。別に、いや、泳ぎたくて入ったわけじゃないんです。ほんと？自分のあの、てか、今度水泳の練習した方がいいんじゃない。いやです、僕泳げない。水泳泳げないからさ、じゃあ溺れた時用にさ、うん、練習した方がいいよ、絶対。うわ、うなちゃん、なに？これマジで無理。見方やられた。こっち来てほしい。はーい。こっちやばい、地獄。地獄だね、確かに。はい。何これ？マジで何も倒してないですもん、だってこれ。これ、俺倒すよ。周り。うん。大丈夫、全然大丈夫、全然いける。ほらほら、いっぱい倒した、いっぱい倒した。うまいべ？うまい。うまいだろ？うなちゃんうまい。うまいでしょ？うまいって言っとこう。
しつこいからうまいって言うとこ。適当なこと言っちゃダメだよ。うまくないって思ったらうまくないって言ってくれ。あー、うまいうまいうまい。うまいべ。うん、とりあえずうまいんだよ。あぶねあぶねあぶね、あぶねあぶね。敵が多いな、なんか。よし、なんか敵が多いな。なんか敵がめちゃくちゃこっち多かったんですよ。よかった、戻ってきてくれて。あー、ひろさん、なんか毎回一人のとこに集まってる、敵が。はい、倒しきれないように、いっぱいいるから。の周りに集まってるってことは、人気者だよ。そういうことか。うん、ひろさん、なんか子供に人気だよね、やっぱり。僕が子供だからじゃないですか。俺は子供に人気ないから。はい。ひろさんは子供だけに人気だから。あ、これ上登った人が倒せない。ちょっとうなちゃん邪魔なんですけど。ねえ、どういうことかよ。いや、俺倒せないよ。なんか登っちゃったみて。うなちゃんに吸われて全然当たんない。なんか倒せないなと思ったら。何やっちゃってくれちゃってんですか。もうこっちに呼んでください。俺は子供の人気ないけど、その、玉の人気があるわ。玉の。どういうことですか。インクに好かれてたね、今ね。あ、そういうこと。あ、やられた、ごめん。それじゃ分かりにくいです。皆さん、助けて。ごめん、やべ、こっち来てほしい。ひろさん、はい、助けて、ひろさん。わかりました。もう助けて、しつこいんですから、ちょっと待ってください。ひろさん、助けて、もうずっと死んでる。やば、助けて。やば、ひろさん、もう上だよ。てか、ヘビに落とされちゃったんですよ。ちょっと爆弾とかやばいね。ん、あ、死んだ。これちょっとエクスきついと思う。ちょっと蘇らせて。何枚か倒したけど。はい、倒した。これも倒して。やばい。大丈夫、濡れ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 。濡れ、それ倒せ。スペシャル使ってますか？使ってる使ってる。ただ、あと1個残ってるから、こいつに使おうかなって思って。よし、貫通しろ、貫通しろ。これやれる。これ1個。1個、あと1個。残ってる。ナイスナイスナイス。ナイスナイス。勝った。よかった、勝った。危ねえ。ギリギリだ。もう今スペシャル最後に使ってんの見たぞ。どれ？トルネード。ああ、俺じゃなくてよかった。バレてなかったか。うなちゃん使ったんですか？ああ、使ったよ最後に。みんな使ってるね。うわ、最低だな。なんで？もっと早く使えばもっと楽だったかもしれないです。俺最後でも一番いいタイミングで使った。あと一番最初に使った、やばかった時。はい。あれ、ヒロさんいない？おー、びっくりした。いますけど。おー、誰だと思った、この人。今声しないから。今一瞬寝ちゃってたんですよ。寝てたの？はい。眠かったんか？眠いんですよ、今日は。どうして？もう、それは、冬眠の時期だからです。今、そっか。ヒロさんは小動物なのか。うん、小動物？あ、動物？そうです、動物。動物でしょ？はい、うなちゃんがね。俺が？はい。まあ、人間も哺乳類、動物だから。はい。うん、そうですよ、人間も動物ですから。ひろさんは人間じゃなくて何者なの？僕は人間と。なんかよくね、質問されるの、ひろさん。ひろさんって何者？だから人間と妖精のハーフですよ。は、妖精のハーフなんだ。はい。妖精ではないんだ。ハーフです、僕は。妖精と人間のハーフだったな。ああ、はい、これから使うわ。いや、公式さんは妖精かもしれないですよ。僕は非公式なので。公式の皮を被った非公式だもんね、いろいろ。そうです、そうです。だからハーフなんです、僕は。ハーフ&ハーフです。なるほどね。わかりますか？あー、願い、蛇倒して。妖精の。蛇倒して。蛇倒してください。いや、倒してましたよ。ありがとうございます。倒してないと思ってるのはあなただけですよ。倒しましたよ。オッケー。俺、倒すの大変だな、鉄球。鉄球周り大変だ。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。鉄球周り大変だ。はい。ゆさん。でも、うなちゃんもう足りてるから。じゃ足りてるからいいだ、別に。まあ、なんとなく鉄球倒したくなるじゃないですか、見た目が。それわかる。その気持ちはわかる。わかるでしょ。僕が使いこなす、これを。あ。どうした？
ヒロさんちょっと後ろ来て。ここ立って、ヒロさん。後ろ。立った？俺の後ろ。はい。押さないで、押さないで、押さないで。行くよ、ヒロさん。はい。タイタニック！はぁ？タイタニック！二人で同じ持ち方して。タイタニック！あ、やばいやばいやばい。やばい。てか、あれだ、こっち来てもらわないとあれだね。そうだね、呼びたいんですけど、あ、でもあれは倒してもいいんじゃないか、あ、ブレスさんはね、 UFO、 あ、来た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 じゃん、これこれこれ来た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 、ボグのモグラ、ボグのモグラ、ボグのモグラ、もうこのステージは動かなくていいステージなので、あー、モグラあっち行っちゃう、モグラこっち呼ぶ、今倒してよ、一匹、じゃあモグラもう一匹、もう一匹、やばいやばいやばい、うなぎ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 、あれもう一匹なかったっけ、うなぎブレスさん来て、こっちのブレスさんいける、こっちのブレスさんいける、俺実は上から倒せます。オッケー。プロなら届く。モグラ行っちゃった。はい。これエクスプロッシャーで倒した方がいいんだろうけど。うん。何を？カニ使おう。あ、いいのかそこに。カニ使います。ねえ、ごめん。これ。はい。エクスが肩パッド倒してくればいいんだけどな。カニもったいないな。頑張れ。違う、倒したいんですけど、足これ塗ってくださいじゃん。いや、普通に塗ってきて。違う、きついんですよ、これ。ずっと追われてんですよ。あ、肩パット、肩パット。ねえ、うなちゃん助けて、これ。もういいや、俺ボム投げるわ、肩パットに。ねえ。なに？これやってくれればすぐ済むじゃないですか。やってたよ。違う、こ、甘えるな。やってないからいるんですよ。では甘えるな。甘えてないですよ。協力しないとできないじゃないですか。倒してるよ、最大ゲームは。違う、僕の周りを倒してほしいんですよ。ヒロさん、最低限のこと最大限って言っちゃった。は？最低限倒してるようなこと最大限って言っちゃった。は？え？言葉の理解もできないの、ヒロさん。子供、お子ちゃまだ、お子ちゃま。バイバイ。違いますよ。それ面白いと思って言ってんのかなって思って。違うよ、それ間違いなんだよ。ツッコミも何もないな、ヒレオは。何もないんだな。ツッコミやらないので。じゃあ、やらない、どっちか、一つも違うじゃん。最近はもう、ツッコミも暴言もやるんだよ、みんな。お笑いは。やらないですよ。お笑いみんなやるんだよ。やれよ。別にお笑い芸人じゃないんですけど。いやいや、ボケだけするのは春日だけだよ。何言ってんですか？誰ですか？なんだよ。春日って。え？カスカス。あ、知らないです。コス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 知らないです。今春日ダンスしてたんだ。あれ、え、何ですかそれは。知らないの。知らないですよ。知らないや。はい、俺の好きな芸人や。そういう人がいるんですか。うん、いるよ。うーん、知らないんだ。椅子壊してそうですね。知っとるじゃねえか。イケアの椅子壊したよ。知ってるじゃねえか。いや、なんかそんな気がしただけですよ。あの後、イケアの椅子売れたんだって。よかったじゃないですか。うん。違い、きっと自分で買ったんで。いっぱい？ごめんなさいって。いっぱい買ったんで。うん。だから、足りないっすよ。足りないっす。足りないっす。足りないですよ、これ。足りないっす。これは、まずいですね。とりあえず倒しましたが。これ3個入れたい、ここの。今落ちたやつ。ごめん、あ、ナイス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 です。勝った。うーい、ナイス。ナイス。話してたらこいつら勝てないと思われなくてよかった。フグが強いので。いやいやいや。はい。はい。はい。やりましょう。はい。本日もバイトですよ。バイトですよ、これは。はい。しっかり頑張りましょう、バイト。頑張ってください。仕事かな、もうここまで来たらね。僕、正社員ですけど。正社員？僕、正社員掛け持ちなの。雇われてんの？スミシーワールドと、サーモンランド。2個やってんのか。はい。内緒で。申告してないよ。はい、してない。申告してない、ダメだよ。バレたら内緒で、なに副業やっちゃダメだろ。なんか言われちゃうじゃないですか。何が？もしバレたら、クマさんに怒られちゃうかもしれないじゃないですか。ああ、うちの
は掛け持ちダメだよって。もしかしたらルールがあったんだ。そう。もしかしたらね。まあでもそのルールを破って二つやってるってことでしょ。そうです。よくないね。よくないですね。だからこの話は秘密なの、秘密。分かった。あれも聞いてるこの視聴者の人も秘密ってことか。クマさんには内緒ってことね。そうです。ちょっと後でクマさんと話す機会あるから、それまでは内緒しよう。え？え？何？何？は？何？バラす気満々じゃないですか。いや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 。秘密にしとくよ、もちろん。最低だな。うなちゃん口軽いんだな。口ガバガバじゃん、うなちゃん。口軽くねえよ、ガバガバじゃねえよ、なんだよ。割れてるし。ケツ割れてんのみんな割れてるからな。割れてないですよ、みんな。なんか勝手に俺のケツをめでる会みたいなの作りやがって。あ、あれも解散ですよ。あ、解散なの？はい。うなちゃんがなんか自分のお尻人気自覚して、お尻振り出したから。解散です。お尻なんて好きなやついねえよ。解散ですよ。解散か。悲しいな。はい。うなちゃんが自覚しちゃったからもうダメです。自我を持っちゃダメだろ。そう、自我を、お尻に自我を持たせたらもう終わりなんです。お尻の安売りです。はい。AI ロボットみたい。あ！さっきひでおさんとやった時に失敗したやつだ。僕エクスプロフェッショナルなんですけど。やばいぞ、これ。後ろに俺いようかな、そしたら。あっちだってみんな行っちゃったもんね。後ろで倒さないとこれね、集まらないのでね。はい。そうなんですよね。俺の周り来たのは倒すけど、投げといてこっち。誰も投げてこないよ、金の湯からちょこっと一個ずつ。ちょこちょこ投げてほしい。今投げる。ちょこちょこ投げてきてほしいな。今投げますから。いや、もう下から俺投げとこう。味方一人来てくれ。X だとね、投げらんないんですよ。うん、だから、X 倒さなくて、運べばいいじゃん。頑張れ。はい、メス。ちょっと俺奥やってきていい？ちょっと手前お願いしていい？はい。奥やるね。ちょっと見てて、ひろさん。視聴者みんなも見て、ここの勝ち方もう適当にこう投げてくん、これ倒して。オッケー、皆さん。こう倒してできる投げとかあっち。下誰か入れてくれるから、あっち側で。どこに？これやらないと。全然来ないですよ。これやんないと、きついっすよ、皆さん。痛い痛い痛い。あ、ごめんなさい。これは真似しないでください。やられました。やられた、ひろさん、俺。え、なんで？味方がスルーしていっちゃった。あ、俺のスルーしていっちゃった。はい。鮭があまりにも溜まりすぎて、初動の鮭が溜まりすぎて、手戻ろう。いやいやいや、もう使おう、これ危ないぞ、これ。落ちてくるはず、落ちてくるはず。よかった、運んどいて。よかった、使っといて。僕今リフト使ってね、2個運んだんですよ、ここ。あ、ナイス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 。賢いので。で、これ本当にね、広いからね、難しい。うん、確かに。俺死ねたけど、こっから倒して、ここで投げて、次倒して、投げて、次倒して、投げてってやるのが、ベストで、投げたやつは味方に入れてもらうのがベスト。わかりましたか、見てる。おばちゃん。はい。おばちゃん、お腹すいた。あ、何も食べてないんだ。寝起きだったからね。そうね、やっと起きてきたところじゃない？はい。でもなんか、何食べるの？力が出ない。何食べるの、ひろゆさん。え？肉。人間の？違いますよ。え、やっぱ死ぬ。は、うなちゃん僕のことバカにしたから死んだんですよ。いや、人間の肉は別にバカにしてないけど。危ない危ない危ない。お、やべ、サメが行ったね、サメが。とりあえず倒して、OK、あれ倒すか。あれなんか下向いちゃった。あれ、ヒデオさんにレーザー向いちゃったよ。カタパット。なんで僕に向いてんですか？もうなんだ、カタパット倒したつもりなのにな。何やってんですか、うなちゃん、もう、ほんとに。え、おかしいな、今の。ヒデオさん、敵だと思われた？柱に当たったんじゃないですか？ちょ、待って、これ。柱倒してたんだ。やられた。やばい。やばいですよ、うなちゃん、これ。うん、プレッサー、これ、共存だな。あれ？蘇んない。あれ？ん？うわー！
やばい。無理だ。やばい。やばい。ああ、無理だ。ヒロさん。ああ、負けた。無理だ、ダメだ。ダメだ。大丈夫？大丈夫か？大丈夫。ヒロさん？生まれる？あ、もう生まれてきたんですけど。え、なんか、頭が裂けそうな音してたけど、声してたけど、大丈夫？別に僕脱皮しないんですけど。ナンパ戦？はい、ヒロさん。ナンパ戦ですか、これ。ナンバ戦？な、え？ナンパ？ナンバ？なん、わかんない。タイタニック。は？わかんないタイタニックって何ですか？わかんないタイタニックはタイタニックだよ。わかんないタイタニックはわかんないからタイタニックじゃないですけど。だってわかんないんですから。わかんないよ。難波線だよ、難波線。難波線か。うん。あれでしょ？壊れた船ってことでしょ？そうです、そうです。あ、難波線、難波線。難波線ってなんだ？いや、難波する船かなって思っちゃった。そんな海賊みたいなことしないだろ。だって船だったら、ね、海賊じゃないですか。うん、海賊はなんかチャラチャラしてるイメージあるからな。はい、こっち行けないわ、ね、そうだ、海賊チャラチャラしてるもんね。うなちゃんこっち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 、船の上で宴したりさ。なあ麦わら、何、危ねえんですけど。またやっちゃって。そんなことなあよ、麦わらのよ、麦わらや。なあヒロさん、え、僕違うんですけど、かぶってないですけど。頭？はい、かぶるのは敏感なので。あ、ごめん、ごめんなさいね。麦わら帽子とかついてダメです。確かにちょっと麦わら帽子入れてるんですの、頭。は？別にかぶってないですけど、ね。あ、ごめんね、かぶってるとか言って。別にかぶ、うん、なんでもない。なんかみんなして。大丈夫よ、そっち。みんなして言うんですよ、かぶってる。でしょ、助けたよ、味方。何それ、ヒロさんだってそれあれでしょ、地頭でしょ。そうですよ。だよね。はい、別にかぶり物じゃないもんね。はい、かぶってないですよ。ですよね。はい、誤解しちゃうよね、みんな。やっぱちゃんと言わないと。ちゃんだらかぶってる。あ、あ、何よ。だなんだよ、何をかぶってるって言いたいんだよ。だからそうだろ。どういうことだよ。皮かぶり、うなぎってことか。そうそうそう。なんだよ、皮かぶりを。皮かぶせ、うなぎかもしれない。あー、来てる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 。あー、鉄筋こ、鉄筋こ。鉄筋、鉄筋、何のことだかさっぱりだ。僕もわかんない。鉄筋倒そう。鉄筋倒した？倒したよ。あ、エクス倒して。これ、やれる。あぶねえ、うなちゃん。ナイス。今完璧だったな。あぶ。真ん中送るね。真ん中送るね。うん。おい、3人いるじゃないか、ここに。送るねじゃないよ。あ、鉄球の弾撃たれた。もう、僕、これやだ。入れる係、やだ。僕、弾送り係がいい。俺、弾送り係してる、今。どう、そっち。ちょっと、マジでやばい。こっちはもう何もなくなった。うん、こっちいないね。管理はしようかな。はい。一応、ウェブ2ですね。スペシャル使ったよ。あ、来た来た来た。また来ちゃった、また来ちゃった。皆さん、また来ちゃった。はい。いや、これ固まられんの嫌だな。鉄球来ちゃったよ。来て来て、待って、来て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 。待って、きつい。危ない危ない危ない、逃げる逃げる逃げる。危ない。うなちゃんの方の蛇を倒す余裕がなかったねー。いや、でも倒してくれたのありがたい。よいしょ。大丈夫？あ、わいわいわい。なんかね、鉄球倒した、ごめんね。鉄球一発撃たれちゃった。真ん中撃ってるよ。入れられないの？いや、無理無理無理。うなちゃん戻ってきて、マジで無理。マジ？よし、これで行こう。はい、到着。管理なんていらないんですよ、最後の方に。サメタクシーで、戻るぜ。みんな大丈夫か？何してたんだ、一体。大丈夫か？何があった、そっち。あ、よかった、危ねえ。ヒロさん、何があった、そっち。え、だから、みんな追われてたんです。え、3人もいるんだから。こっち一人だったよ。だってみんな同じ方向に来るんですから、同じ方で襲われちゃうじゃないですか。僕違う方向行こうとしてる。俺一人で三人分働いてんだと一緒じゃないですか。あ、うなちゃんは一人で 0.5 人分ですけど。
それ一人でも成り立ってないですよ。そういうことだろ。いわゆる足でまといだぞ。よく分かってる。おい、柱倒せ。よく分かってねえよ。自分のことをよく分かってるじゃん。やばい。じゃあ、モグちゃん、ね、俺足でまといなの？え？ねえ、足でまといなの？ねえ、足でまといです。X 倒してる。あー、これモグラ連れて帰ろう。倒してくれ、これ。カモンしてやるか、モグ。これ、味方にカモンしてれば。これ、後ろのさ、タワーやってくんない？後ろのタワー。柱倒してほしい。うん、後ろの柱倒してほしい。無理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 、この武器無理。エクスプロッシャーだから。後ろのタワー無理？これ誰か倒してくれない？無理なのかな？あー。あー！終わったー。うん、タワーやっぱ、エクスじゃ無理だ。エクスじゃ無理ですよ。うん、だから、シューターの方に任せないと。ヒルさんは？僕、風呂ですもん。おー、じゃあもう無理だ。俺らが無理だ。そうですよ。しょうがない。ねえ、しょうがない。もう負けたくないですよ、僕は。はい、ドンブラコです。負けちゃったから勝とう。勝とう。勝ちたいね。僕が勝ちたい。あ、勝利の女神がいるから勝てるんじゃないですか。何？なんでもないです。なんでもないよな。そうだよな。なんでもないですけど。なんか聞こえたんですか？負けっぱなしの俺らはやっぱ勝ちたいよな。勝ちたい。下手くそー。本気でやろう。泥んこ。泥んこだよ。僕がいたとこから生えてきた。聞いて、俺 X なんですよ。あー、強いじゃん。お鮭とか周りの鮭倒してほしい。オッケーオッケーオッケー。そうするだけでもう全部勝てるから。オッケーオッケーオッケー。任せて。僕、うなちゃんの守護神に、うなちゃん主の守護神になるの。これ俺口の中入れられるから。入れてください。周り倒してくれるだけで勝てる。あれ？うなちゃん早く。いや、なんか、あれ？弾かれた。ふふ。まあ、任せろ。これ、入れちゃいましょう、これ。あ、倒した。ナイスナイス。ドロンコもいける。これ、X 楽しんで口の中入れるのね。はい。これだけ倒してもらっていいですか？うなちゃん、これ、待って、死んでるから。これだけ倒してもらっていいですか？待って。倒した、後ろ倒した。ドロンコ楽だな。てか、もう、うなちゃん、こと足りてますよ、弾。うん、足りてる。でもほら、倒したくなっちゃうのが。あんまり、違う、いいんですけど、あんまり無理すると、ダメじゃないですか。はい、めっちゃ倒してるけど。え、キモい。え、俺の X めっちゃ楽しい。死んでる人いる。え、僕初めて知ったんですけど。何が？ちょっと待って。何が？あ、これ見れなかった。見てこの状況。え、うなちゃん知ってました？何が？え、モアゾンの背中見たことありますか？あるよ。あ、じゃ知ってんだ。うん。見てこよう。え、知らないんですか？なんかあれ、ゴミがいっぱいついてる。そう、ゴミがいっぱい。さっき、あの、消火器とゴミ袋が生えてきてたんですよ。いやー、でもエクスプロッシャーでモアゾン楽しいわ。超楽だったね。うん。で、なんかエクスプロフェッショナルさ、サーモンランで優遇されてんのちょっと好き。なんか本当にプロフェッショナル。まあ、強いから。エクスプロフェッショナル。なんか、ハリーポッターで出てきた名前やん。こっちでそれ連れてきてください、鉄板。うん、俺もそう思ってる。あ、皆さんそれ、右に普通に。バケツ、フリフリしたら倒せるよ。どれ？届くよ。ヒロさん、お風呂届くよ、今のプレスター。うん。ここ届く。お風呂じゃないですけど、僕。エクスプロフェッショナル。あ、エクスか？エクスはわかんないけど。風呂は届く。エクスもギリ届いた。あ、強いね、じゃあ。うん。あれ？あれどこ行った？あ、ヒロさんこっち、エクス。来て。片パ来た。待って。めっちゃ鉄球いる、こっち。どうでもいい、片パ行ってほしい、ヒロさんは。ヒロさん、片パ。ちょっと待って。今行ってる。はいよ。はいよ、はいよ。これはあれ行くから。あ、味方行ってくれた。倒したけど、うなちゃんこれきつい。待って、鉄球倒してないね。これ塗るからさ。はい。え、だから言ったじゃないですか、鉄球いるって。そこら俺が倒すか。ちょっとやばい。足元が。鉄球倒したよ。
うなちゃん、これやばい、足元。無理無理無理、そっちまで行けない。俺一人で今やってるから。ちょっと足りない足りない。送ってるから、なんとか。落ちちゃった。いや、もうみんな死んでるし、もう。みんな死んじゃってる。みんな。うわー、負けたー。勝てなくなってきたよ、ヒロさん。なんで勝てないんですか？ちゃんと取れてください。てか、今日強いはずですけどね、武器。そうですよ。今日武器強いはずなんですよ。なんでですか、ヒロさん。それぞれがそれぞれの仕事を分かってないんじゃないですか。もう怒ってる、見てくれよ、これ。見れ。はい、ヒロさん。はい。なんか勝てなくなっちゃった。なんで勝てないんですかね。下手なんじゃない？俺たち。下手なんですかね、僕。うん。カウンストしてても下手なんだよ。まぁ、ちょっとカウンスト自慢出して、ね。そうだ、ごめんね、ヒロさんはしなかったね。うわ、うざ。もうやんない。もうやんないの？もうやんないですよ。もうやんないの？もうやんないですよ。うなちゃんだって鉄板連れてっちゃうし、そっちで倒しちゃうし。だって勝手に来たんだもん、左側リーダーのに。あ、もううなちゃんとはやりません。なんだよ。あ、あれ、それ倒すわ。マウント取る人さ、やりたくないの。わざとじゃん。思ってないもん、本当に。思ってますよ。だからそんな自然に、面白いかなと思って。自然に口に出してんですよ、うなちゃんは。じゃあ面白いかなと思って言った。面白くないですよ。面白かったですよ。なんでマウント取られて面白いって思うんですか。俺はマウント取られたくないけど、マウンドには立ちたい、ピッチャーは。あ、それマウンドじゃね。うん。言ったじゃん。言っちゃってんですか。言ったもん。え、あ、届くかな、これ。届かないか。僕管理してますから。ああ、そっちなのあれね。うなちゃん、これ、バシラ倒した方がいいんじゃない？バシラ、俺、X だから無理。ああ、無理か。俺、X だから。別に、俺、今、あれ、でも、カタパッド倒した。うるさん。なんで、カタパッド倒した。カタパッド倒した。カタパッド倒したよ。うなちゃん、田舎者ですか？カタパッド倒した。カタパッド倒した。ぽい。ぽい。あ、やられといた。ドスコイに。あ、ぽい。ドスコイにやられといた。ぽい。うまいじゃないですか、うなちゃん。まあ、都会生まれ都会育ちだけどな。あ、シティボーイってことですか？ああ、これも一応マウント取ったつもりなんだけど、うん、思わなかったか？いや、思わないですね。なんだ、ツッコミがなかったな。シティボーイって僕ちょっとバカにしてる言葉かなって思って。シティボーイ？うん。なんで？わかんないけど、イメージ。呼びたい。あ。まあまあまあ、いいでしょう。いいでしょ。全然いいでしょ。金の鮭来てるから、これ呼びたいですね。モグラも連れてきたので。うん。モグラ来てたね。うん。あと、ダイバー、ダイバー。僕が倒せるのに、うなちゃん入れたいわ。無駄なボムだった今、ね、もったいない、インクがもったいない。おい、戻ってきて、戻ってきて、金のイグラ連れてくれた。金の鮭、金の鮭、うなちゃん倒して、ね、で金の鮭一生こっち来ないんだけど、金の鮭一生来ないよ。こっち来て、こっち来て。まずいな、まずいな、これ。帰ってきた、帰ってきた。うん、やっときた、やっときた。よし、金の鮭来たぞ。倒せるか？今ヘビ俺のとこ来てる。行って、行って。ヘビ俺のとこ来てる。もう、もう、でも5個、10個出てきた。10個出てきたよ。オッケー、金のも来た。あ、そう。めっちゃ、重い。うん、重い、重い。まだでも、あと5個入れるだけなので。よし、ナイスナイス玉。ヒロさん？そうだよ。いいナイス玉ね。僕強いので。いや、今でも結構すり回された時に鮭がいっぱい生まれちゃったのがね、きつかったね。こんなに量出てきちゃったから、うん、そうですね。あれ、もうちょっと早くこっちに来てればもっとうまく倒せましたよ。でもまあ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 、もう言葉通じないからさ、俺たち。キンちゃんが言葉通じないからさ、通話してるわけじゃないから。
確かに。そう。それが唯一の厳しいノラだよね、ノラ。ノラの厳しさか。こっち来いみたいなさ。学びました。学んだか？しか学んだか？はい、学びました。学べたか？オッケー。僕は新たな学びを得ました。ちょっとずつ前に持っていくからな。うん。うい。傘倒しといて。うい。あれ今なんか色があった。気のせいか。確かにボタンあったらいいですけどね。こっち来て。でもさ、カモンってそうだよね。こっち来いって意味だよね。じゃあ、もう一個ボタン増やしましょう。何が何でもこっちに来いとか。まあ、お前はこっちに来いみたいな。そうそう。お前は絶対こっちに来い。絶対こっちに来いみたいな。これ倒さなきゃ。ちょっと柱。うん。柱欲しい。倒してほしい。はい。周り塗っとく。うん。なんか一匹柱の小鮭が下にいたよ今。え、なんでそんなことあるんですか。なんか泳いでた。下聞いたことないですよ。下泳いでましたよ。はい、何とか頑張って。ヘビー、オッケーオッケー、入りまくるわ。はい、とりあえずなんとか22個。あれ来てるね。モグラが味方の方行っちゃったね。まあでもカモンしとくわ。とりあえず。あと1個、あと1個。あと1個、あと1個。モグラはそっち。あ、ナイス、ナイス、ナイス。やった、なんか久しぶりに勝てる。ナイス、ナイス、ナイス。なんか久しぶりに勝てるぞ。いいぞ。よし、よし、よし、よし。ほい。ナイス、ナイス、ナイス。ちょっと。いいね。あ、来るか？来る？あ、来た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 。倒そう。絶対だぞ。おかしら鮭。ひるさん、おかしら鮭って漢字でどう書くかわかる？あ、おに、頭って書くんだよ。だから、頭のボスってことですか？そうだ、ひるおさんに似たようなものを感じるじゃん。頭といえば。え？違うんですか？頭ボス。いいから、柱倒してきてください。柱倒しますね。ちょっと待ってくださいね。柱に合うってるけど、オッケー。オッケー、で、普通に打ちつつ。死ぬ。あ、死んじゃった、ごめんね。でも、多分助けられる位置だとは思う。打ってるかな、味方。ナイス、ありがとう。いやー、これは、打ち続けよう。ひろさん何使ってる武器？エクスプロフェッショナルです。もう、あれどうでもいいからさ、プレッサー。こいつ倒そうか。うん、もう撃たれてていいから、自分は。あ、誰かの、当たる。なんか味方こっちいないけど二人。大丈夫かな？ちょっとダメージ入らないぞ。あっち連れてくか？あっちで倒してくれてるから。じゃ、今二人しか撃ってないん。ひなちゃんこれ。あ、ひなさんそこから当てられる？うん。今俺が連れてくね。はい。味方どこいるんだ？もう一人何やってるんだ？おい、こっち、こっち。こっちこっちこっち。連れてきてるよ、今。難しい。どうしようかな。あ、なんか乗ってる。違うんだよ。攻撃してる人が少ないんだよ。いや、ほんと少ない。そうそうそう、少ないんだよ。足りないか。足りないか。ダメか。いや、惜しい。あー、やられてるしな。ダメだな。うーん、違うの。攻撃してる人が少なかった。でも、銀の3つも。え、なんで、なんでさっき倒せた時11枚だったのに、今回3枚も銀もらってんですか？ずるずるずる。あ、でも僕も、俺が攻撃しまくった。ずるくないんですか？攻撃しまくったわ。なんで俺のおかげみたいになった？俺のおかげ。違う、僕のおかげですけど。ずっと攻撃してた。はぁ。ずーっと。ずーっと、ね。うなちゃん3回死ん、僕0回だ。僕の方が強い。